はい、冗談村川のレアモノ投資チャンネルということで、本日はですね、はい、赤坂に来ました。はい、渡辺さんです。はい、よろしくお願いします。今日はね、久しぶりの単体でですね、レアモノをこう紹介してくれるっていうことで、ちょっとね、楽しみに。早速なんですけど、はい、今日ね、紹介してもらうのはですね、これです。じゃん。じゃん。アンティークコインです。イエーイ、はい、これアンティークコインね、2年ぐらい前にですね、だるまの大谷さんに歴史からこう説明していただいて、これ同じ業界ですよね。あ、そうですね、もうスーパーレジェンドですよ、大谷さん。あ、大谷さんはね、はい、もう世界でも大谷さんの名前を出せば、みたいな感じになります。渡辺さん、これ若くないですか。そうですね、業界でも結構若い方ですね。若いですよね、はい、25くらい。いや、36です。36です。自己紹介いただきたいな。はい、アンティークコインギャラリアという、コインのお店をやっております渡辺と申します。よろしくお願いします。これちなみに今日初対面なんですよ。一度ね、ズームで打ち合わせさせて、はい、ぜひレアモノ投資チャンネル出てほしいということで、なんでこの職業って人は聞こうと思われたんですか。そうですね、僕はまあ元々サラリーマンを普通にしていたんですけど、はいはい、将来不安になって副業をしようということで、はい、副業を始めたんですね。で、それがeBay から物を買ってヤフオクに売るっていう、あ、まあ、いわゆる転売、はいはい、そういうことをやりだした時に、うん、たまたまコインに出会って eBay で仕入れてヤフオクで売ると、海外のものを日本で売る、はい、の時にコインを。そうなんですよね。もうだから僕それまで全然知らなくて、何がいいのかなって調べてたら、はい、そういうものがあって、なんか面白いなということで、それを取り扱い出して、それからですね、ずっと副業でやりながら最終的にちょっとずつ大きくしてて独立してきたっていう。それってちなみに、はい、副業をやりだしたのっていつなんですか。2012年ですね。2012年、はい、10年前。10年前ですね。もう10年で、さっきねちらっと聞いたんですけど、扱ってる額が4桁のような、なんか1枚ですよ、1枚、1枚4桁のやつがザラリとなんか話してるとすごいですよね。そこまでなんか来ましたね。今もなんか、まあ、日本だったらね、まあ、やっぱり副業も推進してたり、ブームだったり、うん、なんか僕の周りでもですね、日本のヤフオクとか仕入れて、うん、まあ、今円安とかもあって、うん、eBay で売るとか結構聞くんですけど、まあ、海外と日本って、海外ではまあ安いというか仕入れるけど、日本だと高く売れるとか、うん、まあ、逆もあったり、うん、前も思ったんですけど、コレクションっていろいろあると思うんですけど、簡単に言うと、このレアモノ投資チャンネルで扱ってるコレクションものっていうのはルールがあるんですけど、ルールがあってですね、はい、今後値上がりするものしか紹介しないっていう。なるほど。値上がりするジャンルしか紹介しないっていう。なるほど、なるほど。今後ね、ブームが去るようなものを、ね、紹介してもしょうがない、でもこれ一つ法則があって、はい、世界的にマーケットがあるだろうって思うものしか値上がりしないんですよね。まあそうですね、日本だけだと、うん、そう、日本だけとか明らかにそうじゃない。そうですね、人口少なくなっていくし、はい、結構やっぱりニッチなやつって上がりやすいけど、うん、2人コレクターがいて、うん、その人たちがずっとヤフオクでもあるんですよね、競って、はいはい、その時はブームのように高くなりますと、うん、ただその人たちが買わなくなったらいきなり下がるとかあるんですよ。いや、まああるでしょうね。フィギュアとか、まあいろいろあるじゃないですか、はいはい、そこでもちっちゃいキャラクターのマーケットとかだったら、うん、そういうことが起きるんですよ、うんうんうん、大谷さんも言ってたんですけど、このマーケットは世界でもほぼトップクラスにマーケットっていうのは出来上がってて、もう相場が決まってますもんね。大体決まってるのと、うん、一番でかいのはネットで全部調べられるんですよね、うんうんうん、その相場を。例えばこのコイン昔いくらだったんだろうっていうのが、うんうん、オークションの相場を検索できるサイトとかあるんで、価格の透明性っていう意味ではめちゃくちゃいい市場というか、分かりやすい、ちゃんと開かれてる市場だなと思いますね。僕もちょっと素人なんですけど、僕思うに国とかのバックアップはついてますよね。だって発行したりとか、あ、まあまあそうですね、政府が主体となってその造幣局みたいなのがあって、うん、そこから発行するって形になってるんで、だから、うん、国のお墨付きのコレクションですよね。そうですね、最近新500円とかできたじゃないですかね、うん、あれってやっぱもう日本の技術の全てを集めて、うん、言われますね。そうなんですよね。なので実際ずつ見たらやっぱりすごい綺麗で、偽造防止のために500の文字がこうやったら見えるみたいな、うん、ああいうすっごい最先端のもの、当時の最先端のものが全部詰まってるんで、物としてもやっぱ出来がすごいいいんですよね。すごいな、うん、これもう終わってもいいかなぐらい
いい話聞けたやっぱなんか何がいい話かなって思ったのが、今36歳ですよね、はい、10年前に副業でやろうと思ってやりだしたらここまでなったってすごいですね。渡辺徳井です早速なんですけど、ね、まあ、紹介を恋の話を、はい、していただきたいなと思います。はい、はい、まずなんか分かりやすいのですと、はい、うん、この辺ですよね。よいしょ。これはあのオーストリアの100コロナ金貨ですね、うん、で1908年に発行されてるんですけど、これ表見てもただのおっちゃんじゃないですか。偉大なおっちゃんなんですよ、ね、偉大なおっちゃんなんですよ、ね、これはあのハプスブルグのフランツヨーゼフ一世っていう、はい、あの皇帝の60周年ですね、戴冠する記念なんですけど、そうですね、裏がこんな感じですね、すごい素敵なんですよ、うん、女性があのこの雲の上に乗っている、うん、いわゆるこのね、雲上の女神って言われるやつですね。いや、なんかあれですよね、みんなのことですよ。いや、女神、女神まあなんかこういったものが、例えばあの昔はですね、なんか結構ありきたりというか、そんな価値が高かったというわけじゃないらしいんですけど、うん、あの近年すごい評価されていて、特にこのグレードですね、ここに数字が書いてある、これ PF61 って書いてあるんですけど、これがどんどん増えていくと、もうどんどん値段が高くなっていくっていう。これあのポケモンとかカードとかでも最近このなんとか鑑定みたいなの置いてありますか。はいはいはい、これって鑑定期間って鑑定されるんですか。あ、そうです、そうです。例えばカードの世界だったら鑑定してなかったら鑑定代がかかるんですけど、うん、だいぶ違うじゃないですか、うん、これもやっぱり鑑定はもう必ずするようなもんなんですか。ですね、まあ、基本的にやっぱりした方がいいかなと思っていて、うん、例えばじゃあこれ裸で、裸っていうのはこの入ってない状態で入って渡されても分かんないじゃないですか、うん、まずその本物か偽物かとか分かんないし、その綺麗さも多分分かんないです。偽物はあるんですか。あります、あります。結構横行してる。例えばこのコインですね、このゴシッククラウン銀貨って言われる、はい、このイギリスのすごい有名な、ものすごい綺麗な銀貨があるんですけど、これとかはヤフオクでめっちゃ安く出てたりするんですよ。もう十兆ハック偽物なんで絶対買わないでください。十兆ハックですよね。でも本物もあるかもしれない、あるかもしれないですけれども、だいぶ怪しいですね。オークションサイトで買うのは結構危険なんですね。うん、一応見分け方みたいなのがあって、はい、ここにごめんなさい、今ちょっと隠しちゃってるんですけど、まあ、番号が書いてあるので、うん、NGC っていうこれ鑑定機関なんですね、うん、NGC のサイトで、うん、番号を入れて、うん、そしたら写真が出てくるんですよ、うん、でその写真とこのコインを実物を見比べて、例えば特徴的な傷とかあの汚れとかがついているので、そういったところで見分けて、これは間違いないって自分で思ったら、まあ、買ってもいいかもしれないですけど、基本的にやっぱヤフオクで素性を知れない人から買うっていうのはちょっとリスクかなと思います、うん、まあだから買うんだったら例えばショップから買うとか、ヤフーでもあるじゃないですか、ね、あ、そうですね、ストアが出してるストアとかで買うとかでじゃないと、まあ、本物かもしれないけどリスクは高い、偽物の可能性もあるし、うちの場合はほぼ大丈夫なんだけど、うん、もし仮に偽物を売っちゃったらちゃんと全額返金しますよっていう規約を作ってるんですけど、まあ、そういうことやってますかってことですね、うん、もし偽物だったら責任取れるんですかみたいな。なんか eBay とかもそうですよね。だから eBay とかで最初仕入れた時も、うん、あのでめっちゃ調べました、うん、見分け方というか仕組みですよね。番号を打ち込んだらちゃんとあの写真が出てくるっていうのを見て、eBay に上がってる写真と NGC とかのサイトに出てくる写真に比べてっていうのをやってましたね。最近の eBay とかだと消費者ファーストっていう、買う人を守るみたいなのを結構力入れてる、うん、とは言っても悪い人いるかもしれないんで、そうですね、ただペイパルのプロテクションとか使えば、ね、まあ、あのちゃんとそこにクレーム出して通れば、うん、あの帰ってくるとは思うんですけど、うん、まあ、それってもなんでね、分かんなかったらね、もうそのまま、そうそうそう、普通に気づかずに買ってっちゃったみたいな、本物だと思ったらね、これ戻るんですけどこれはちなみに最近評価をされて、はい、いつ出た、1908年、これ一応100コロナっていうもので、この 2,30 年前は地金の評価だったらしいですよ。なので、はいはいはい、あのまあ、20万30万とかで、うん、なんか入って捨てるほどあって潰してたみたいな、すごい業界長い人は言ってたんですけど、うん、今は発行枚数自体は結構多いんですけど、うん、状態のいいものが少ない、そういう取り扱い方されてたんで、はい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 、30年前は30万、今これ350万とかです。おお、10倍ですね、はい、これ特にニースレベッジですよね。あ、そうですね、はい、おっしゃる通り、その当時の価格から普通のお金の値上がりより、うん、こっちの方が高いと。
そうですね。なので多分当時の2,30万って、まあ、今よりも価値あったと思うんですけど、それを銀行口座に預けといて、今引き出しても同じ額面なんで、通貨価値が目減りしてるんで買えるものがやっぱ少ないですよね。他には例えばこれとか、イギリスの5分、これが1746年の5銀なんですけど、かなり大型のコインです。この時代でこの大きさの金貨作ってるっていうのはやっぱ相当少ないですね。裏もこんな感じで入ってます。これも4桁、はい、最近って円安になってるじゃないですか、はいはい、コロナで需要が増えたっていう、うん、お金が結構捨てられてるので、うんうん、すごい高いものが高くなるっていうのはコロナなんで、うん、いろんなものに起きたと思うんですけど、ロレックスしかり、うん、高級車しかり、うん、このチャンネルもそういうものを紹介をしていたんですけど、最近円安じゃないですか。そうですね。この市場は当然その海外から買うときは円安になっちゃうんで、はい、やっぱ割高、はい、でもその分売る側はチャンスですよね。売る側はチャンス、うん、例えばアメリカで出してて、はい、今までが100万だったのが150万とかなんですよ、うん、で為替のヘッジもできますよね、うん、円が強い時には買えばいいし、うん、円が弱い時には売ればいいし、うん、だから今仕入れるのは大変だけど、うん、今持っとけば売るのはもしかしたらチャンス、チャンスの可能性高いですね。でも仕入れるのはしんどいですよね。まあさ、仕入れるのはしんどいですね、うん、その分ちょっとその今まで狙ってたのの1個2個下のランクとかにはやっぱどうしてもなってます、うん、まあでもその中でもあの割安なものを探して買うっていうのが、うん、まあプロの仕事なので、10年で、ね、超一流のプロになるってすごいですね。いやいやいや、僕10年前と出来上がってたらいいっすよ。出来上がってないですよ。あとはこのセットですかね。これですね、はい、実はですねこれ16枚セット、特に言うプルーフセット、ね、そうですね、あのプルーフセットと呼ばれるもの、はい、ちょっとちっちゃいので見た目あれですけれども、ね、これ結構昔の1853年、ね、170年とかですかね。これあのケースもついていて、これもオリジナルのケースで、結構ね発行枚数が謎と言われていて、50セットから100セットしか存在していないんじゃないかというもので、これってイギリスのコイン、プルーフセットの中で一番少ないコイン。僕なんか昔古銭と記念硬貨集めてたんですよ、うん、昔って言っても小学校の3年生くらいから中学校2年生まで集めてたんですよ、はい、中2からジョーダン集めましたんで何かしらずっと集めてるんです、はい、何かしら集めてるうちの一つでね、古銭とコイン集めてた。フルーフセットの1円とかね、10円とか現行のやつあるじゃないですか、もうピカピカなんですよね。そうですね、あのなんであんなピカピカなんですか。表面仕上げって言うんですけど、プルーフって他の流通のものと区別するためにピカピカにして、その特別だよっていうことで作ってるっていうことだと思います。でもやっぱ日本のコインって僕集めてて途中で挫折したんですけど、これなんかあんまり将来性ないんじゃないかなって勝手に思い出してはいはい、はい、集めてる人が同世代は絶対いないし、うん、ないな。当時中学生じゃなくて、ね、まあそんないないでしょうねいないし、そんな気がして、本当に金貨とかって資産価値あるから集めてる人世界的に多いですもんね、うん、若い人ってやっぱり集めてないですか。最近増えてきてると思いますよ。20代とか20、30代とか、30代とかでも、うん、結構最近あるパターンは仮想通貨とかでちょっと一発当ててみたいな、はいはい、それをこう現物に変えるみたいな人は結構います。投資の一環なんでしょう。うん、やっぱそのデジタルのものばっかりだとやっぱ実感湧きにくいみたいなの多分あると思うんですけど、一部はその現物にしたいとか、まあ分散の中の一つっていう感じですよね。やっぱこう手に取って重みがあってでっていうのはやっぱ面白いですよね。比較しそうですけどね時計も一緒ですもんね。まあそうですね、持ち運びやっぱしやすかったり、陶器とか何もないので匿名性が高い、このコイン僕が持ってるって誰も知らないっていうのはいいですよね。すごいな。ということです、はい、あのレアモン投資チャンネルということで、はい、今日はですねアンティークコインということで、うんうん、まあ、紹介をさせていただきました。このチャンネルでやりたいことって僕らにもね売らせてほしいんですよね。なるほど、はい、アンティークコイン視聴者の人で欲しいって言ったら、ちょっとこのチャンネルに連絡をくれて渡辺さんをつなぐっていうことをやってもいいですか。あ、もちろんです。いいんですか。はい、ぜひ。もちろん僕もマジでもらえますまあちょっとだけ発生したらちょっとだけもらうよ、OK です。という感じでですねやっていきたい
たいなと思って、またですね、はい、新しいこう商材だったりですね、うん、山があったらですね、ぜひ紹介をさせていただきたいなと。ああ、ぜひぜひ、はい、こちらからご連絡します。よろしくお願いします。ということで、リアモンドチャンネル、今回は渡辺さんでした。ありがとうございました。はい、では、問い合わせがあったらぜひください。概要欄ですかね。はい。じゃあねー。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。